東京ドームには大観衆が詰めかけています。セリーグ公式戦、読売ジャイアンツ対阪神タイガースの7回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。小宮山さん、今日は両チームともエースということで1点を争うような投手戦を期待したいですね。そうですね、お互いエースですからなかなか点が入らないような展開になるでしょうから、まあ、つまらないミスをしないことですよね。ファンとしても非常に見応えのあるゲームになりそうです。まずはジャイアンツのエース菅野が東京ドームのマウンドに上がります。今日は相手打線にどんなボールを投げ込んでいくんでしょうか。近本が打席に入ります。昨日のゲームは4安打を記録しています。さあ注目の立ち上がりです。初球ボール。次が2球目。惜しいですね。はい、変化球わずかに外れてボール。ボール先行です。スライダー決まりました。打ちました。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。さあ一塁に先制のランナーを許しています。バッターボックスには糸原。まあバントの上手い選手ですし、ここはバントでいいと思いますね。なるほど、そうですか。まあピッチャー牽制が上手いですからランナーはやりにくいでしょうね。ああそうですね。最初は変化球できました。一塁牽制セーフ。アウトコース見送っています。ボール先行です。3球目打ちました。これで6試合連続安打。ノーアウトランナー二塁一塁。さあそして打席には糸井が入っています。さあ先制のランナーを得点圏に背負います。まあここはしっかり切り抜けて主導権を握られないようにしたいですね。なるほど、そうですよね。外から入りました。ちょっと高いですね。できれば低めでゴロを打たせたいですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立て。インコース詰まりました。このチャンス打ち上げてしまいました。インフィールドフライでワンアウト。さあそしてバッターボックスには大山が入ります。さあワンアウトになりましたがピンチは続きます。先ほどのアウトで流れを渡しませんでしたから、ここもしっかり抑えてほしいですね。なるほど、そうですね。これが1球目。バッターこれはどうか。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。タイガース1点を先制しました。レフト前へのタイムリーヒット。1対0。序盤から先手を取られています。ここは抑えておきたかったんですがタイムリーを打たれてしまいました。もう少し慎重に行きたかったですね。立ち上がりを攻められて先制点を奪われました。バッターボックスは5番ボーア。ジャイアンツこの回1点を失っています。さあ先制点を奪われてなおも得点圏にランナーを背負った場面。さあここはしっかり抑えておきたいところ。見送ってまずはストライクです。ここはできれば三振を取りたい場面ですね。そうですね。まあ、ここは一球何か見せてもいいですが、もうフォークで空振りを取りに行ってもいいと思いますね。流しました。これはどうか。三遊間抜ける。ホームに送球する。サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット。2対0になりました。ジャイアンツこれで2点ビハインドとなりました。警戒していた相手ですがタイムリーが出て追加点を奪われています。そうですよね。コースとしては悪くないんですけどもね。立ち上がりを攻められています。
ここは踏ん張りどころでしょうね、まあ、そしてこのバッターはチャンスに強いですからしっかりと自分のピッチングをすることですね。そうですね。さあ気をつけていきたいサンズがバッターボックスです。まず際どいコースをついてきました。ここは三振が取れれば理想的ですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。バッターボックスのサンズ今シーズンの得点圏打率は4割4。打ちました。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット。3対0。ジャイアンツなおも2塁1塁のピンチです。警戒していた相手ですがタイムリーが出て追加点を奪われています。まあバッテリーもね警戒してたんでしょうけどね。立ち上がりを攻められています。さあそして打席には北条が入っています。さあピンチは続いています。この流れをここでしっかり食い止めて切り抜けたいですね。なるほど。そうですよね。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。なるほど。そういった攻め方をしていけるかどうか。もちろん併殺狙い。外に逃げるようなボールでした。ファウルになります。小宮山さん、ゲッツーを狙うにはどういった配球になりますか。できれば引っ張った。さあどうだ。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット。4対0。ジャイアンツもうこれ以上点はやれません。抑えたかったんですがタイムリーが出て追加点を奪われています。まあ、踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。またしても点を入れられてしまいました。さあそしてバッターボックスには梅野が入ります。さあなおもピンチが続きます。これが初球。初球から際どいコースをついてきます。ここはギリギリに外れるくらいのボールが理想ですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。さあ3球目は何か。高め空振りを取りました。ワンボールツーストライクです。さあ4球目は何か。空振り。ここは空振りでアウトを取りました。ツーアウトになりました。さあバッターボックスには先発の西が入っています。まあここで追加点が入れば自分が楽になるわけですからこのチャンスは生かしたいですね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。さあ初球は何か。まず際どいコースをついてきました。バットを出していきましたが空振りです。ここはあっという間に追い込んでいます。外へのスライダー。ここは見極めています。打ちました。ボテボテ。坂本一塁送球します。一塁アウト。スリーアウトです。しかしこの回タイガース先に点を取りました。4対0。タイガース先制です。1回の裏これからジャイアンツの攻撃が始まります。ジャイアンツはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますタイガースはご覧のような守備陣です。タイガースマウンドに上がるのは先発の西。さあジャイアンツ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。バッターは吉川。昨日のゲームでは無安打に終わっています。さあタイガースもエースが登板ということになります。さあそのエースをジャイアンツ打線がどう打ち崩していくか非常に楽しみです。打ちました。取った。一塁へ送ります。アウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。バッターは2番に入っている坂本。5試合連続安打が続いています。本当に打撃好調です。このところ状態はいいようですね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。インサイド変化球決まっています。得意のボールでストライクを取りました。
2球目打ちました。この打球はフライになっています。糸原が掴んで2アウト。バッターは3番丸。2アウトになっています。この回のジャイアンツ打線ですが、たった3球で2アウトになっています。まあ簡単に打ってしまいましたね。はい、そうですよね。初球ボール。空振り。打ちました。ショート取った。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。反撃したいジャイアンツでしたが、ここは三者凡退に終わっています。1回終わって4対0、タイガースがリードしています。打順は1番に帰ります。バッター近本。前の打席はシュートをうまく打たれましたから、今度はその使い方は考えたいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。ここはしっかり抑えたいですね。彼は塁に出すと手がつけられませんからね。そうですね。ファウルになります。インサイド落ちました。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。バッターは2番糸原。前の打席はいい当たりのヒットでしたから、ええ、ここは注意しないといけませんね。そうです。初球打ち、これでマルチヒット。ノーアウトランナー二塁一塁。さあ、そして打席には糸井が入っています。さあ、得点圏にランナーを背負った場面です。序盤から離されないようにここはピシャッといきたいですね。なるほど、そうですね。初球は何で来るか。まずは見送ります。ワンボール。バッターの糸井、今シーズン得点圏での打率は5割3分9厘となっています。次が3球目。打ちました。セカンド取った。二塁アウト。一塁送球アウト。ダブルプレー。ここからの組み立てでしょうね。ただ次は怖いバッターなんでね、この打席は要注意でしょうね。その警戒すべき大山が打席に入っています。2球目は何で来るか。これは変化球。内へ、これは決まった。次が4球目。打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。センター前のタイムリーヒット。5対0。ジャイアンツもうこれ以上点はやれません。バッターボックスボーア。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや、そうそうやられてばかりもいられませんから、はい、しっかりと抑えておきたいですね。そうですね。小宮山さん、ちょっと苦しいピッチングが続いてますね。調子自体もあまり良くないと思いますけどね。なるほど、ベンチはこれをどう判断するかですよね。打ちました。ここは打ち上げています。坂本が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース1点を追加しています。5対0。タイガースのリード広がっています。2回の裏、さあジャイアンツ、この回は4番から始まります。岡本が打席に入ります。昨日のゲームでホームランを含むマルチ安打を記録しています。ジャイアンツ点差が離された2回の攻撃です。出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面です。この回1点でも2点でも取りたいですけどね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。いいまっすぐですね。はい、高めストレート、空振りでストライク。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。ボールになります。打った。この当たりはどうか。この打球は落ちるか。どうだ。センターが取りました。バッターボックスは5番大城。昨日のゲームでは無安打に終わっています。まずは先頭バッターを打ち取っています。
打ちました。北条アウト、ツーアウト。打順は6番ウィーラー。ツーアウトランナーありません。最初は変化球できました。ストライクです。ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど、そうですか。ファウルになります。打ちました。取りました。一塁へ。一塁アウト、スリーアウトです。反撃したいジャイアンツでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2回終了、5対0タイガースがリードしています。バッターは6番サンズ。まあ、ここはさっき打たれたシュートの使い方には注意したいですね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。初球は際どいところに来ました。ストライクです。スピードボールを持っています。2球目打ちました。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックス北条、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや、さっきはやられてしまいましたけども、はい、まあ、今度はきっちりと抑えたいですね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。ボールになります。4球目は何で来るか。インコース詰まりました。ここはフライになっています。岡本抑えてワンアウト。打席には8番バッター梅野。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですね。そうですね。ワンアウトになっています。ここはストライクゾーンのボールは打ってきますよ。なるほど、そうですか。打ちました。取った。セカンド送球、セカンドホースアウト。一塁転送はアウト。ダブルプレー。ランナー出ましたが、タイガース得点には至りませんでした。5対0タイガースがリードしています。さあ、バッターは亀井。ここでホームランが出ると通算100号ホームランの達成となります。はい、アウトコース変化球が決まってストライク。ノーボールツーストライクです。三振です。ワンアウトです。バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている小林。昨日のゲームではマルチアンダーを記録しています。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。いいところへ決めてきます。ストライクです。2球目打ちました。このフライはどうだ、落ちるか。レフト掴んで2アウト。次はピッチャーの打順ですが、先発の菅野がバッターボックスです。まあ、ピッチャーといえども塁に出ようという意欲は見せてほしいですね。そうですね。まず何を投げてくるか。初球ストライク。今のはよく見ましたね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。打ちました。ファーストゴロ。ファーストが取る。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。反撃したいジャイアンツでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3回終わって5対0タイガースがリードしています。小宮山さん、どうでしょう、巻き返しは可能でしょうか。まあ、このイニング無失点で終わらないと今日は厳しいでしょうね。そうですね。まあ、とにかくしっかり抑えてほしい。これが2球目。インサイド落ちました。ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。
バッターランナーは二塁まで進みました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー二塁です。初球は何から入ってくるか。これはタイミング合いません。バッターボックスの近本、今シーズンの得点圏打率は5割1分5厘。インサイド落ちました。掘ってワンアウトです。セカンドランナー飛び出している。打席には2番バッター糸原。今日はここまでマルチ安打を記録しています。いや今度こそ抑えないといけませんね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。ワンアウトになっています。結局ランナーそのままです。3球目は何で来るか。インサイド落ちました。この打球は落ちるか。どうだ。掴んで2アウトです。バッターボックスには3番糸井。先ほどの打席はセカンドゴロ、併殺打となってしまいました。2アウトになっています。うまくボール球を振らせました。引っ張った。高いバウンド。ファーストを取った。一塁アウト。スリーアウトです。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。5対0、タイガースがリードしています。ジャイアンツ4回裏の攻撃になります。吉川がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ジャイアンツ点差が離された中盤4回の攻撃です。西さん、ここは塁に出てつなぎたいところですよね。この点差ですからね。ここで少しでも点を入れておかないと苦しいでしょうね。確かにその通りですね。打ちました。ライトへ打球伸びる。この打球はフライになっています。ライトフライです。2番バッター坂本、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。まずはワンアウトを取っています。初球打ち、ライトが追いかける。ぐんぐん打球が伸びて入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。1点返しましたジャイアンツ。初球でした。コースに逆らわず弾き返した打球はスタンドまで届きました。ジャイアンツが追い上げます。5対1。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、ご覧いただきましょう。見事なホームランでした。しっかり振り抜けてましたし距離も完璧でしたね。ここで得点が入りました。3番バッター丸、ジャイアンツホームランで得点を挙げています。いや西さん、素晴らしいホームランが飛び出しました。いや本当いいバッティングしましたよね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。低めの変化球は外れました。これが3球目。高めちょっと外れたか。外の変化球空振りです。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。変化球空振り、ツーアウトになっています。バッターボックスには4番岡本、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はあわやという打球でしたよね。まあタイミングは合ってると思うので期待したいですね。期待しましょう。2アウトランナーありません。インサイド落ちました。最後はファールグラウンドで掴んで3アウトです。しかしこの回ジャイアンツ点差を縮めていきます。4回終了5対1、ジャイアンツが得点しました。4番バッター大山、まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。そうですね、そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。バットは動きません。よく見ています。さあ3球目は何か。インサイド落ちました。これはどうだ。破りました。センター前。これで3打数3安打の猛打賞。ノーアウトランナー1塁です。初球甘いコース、バットが出ませんでした。
改めてお聞きします。バッターボックスのボーはどういったタイプのバッターでしょうか。打ちました。ピッチャーゴロです。二塁送球、二塁アウト、一塁転送アウト、ダブルプレー。打席には6番バッターサンズ。今日はここまでマルチ安打を記録しています。いや、今度こそ抑えないといけませんね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。初球打ち取ってスリーアウトです。この回タイガース結局3人で攻撃を終えています。5対1、タイガースがリードしています。これから5回の裏、追いかけるジャイアンツの攻撃。バッターは5番大城。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ジャイアンツビハインドで迎える5回の攻撃です。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。打順は6番ウィーラー。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。まずは先頭バッターを打ち取っています。アウトコース見送ってストライクです。まあ、ここは際どいコースも含めて狙っていく感じになりますね。なるほど。さあ、バッターは何を待っているか。改めてお聞きしますが、バッターボックスのウィーラー、どういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう。まあ、そう。空振り三振、ツーアウトになりました。バッターは7番亀井。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいですね。そうですね。2アウトランナーありません。インコースファウル。見逃して三振です。3アウトチェンジ。反撃したいジャイアンツでしたが、ここは三者凡退に終わっています。5回終わって5対1、タイガースがリードしています。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。東京ドームからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。7番から始まるタイガースの攻撃。バッターは北条。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ジャイアンツビハインドで迎える6回です。ファウルになります。次もスライダーでいいかもしれませんね。なるほど。惜しいですね。はい、変化球わずかに外れてボール。インサイドファウルボールです。アウトコース外れます。スリーボールツーストライクです。アウトコース打ちました。ここは打ち上げています。坂本が抑えています。ワンアウト。打順は8番梅野。先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまいました。まずはワンアウトを取っています。微妙なところを攻めてきます。ストライクです。スライダー外れます。アウトコースファウル。打ちました。これはどうか。吉川2アウトになりました。ピッチャーに打順が回って先発の西が打席に入ります。調子自体悪くないんで引き続き投げさせるということですね。そうですね。最初は変化球できました。さあ2球目は何か。この球は外れています。低めの変化球は決まりません。インサイド落ちました。これはどうだ。センターに抜けました。これでマルチヒット。2アウトランナー1塁。打順はトップに帰って近本。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ヒットでランナーを1塁に置いています。スライダーできました。
も素晴らしいコントロールですね。はい、低めにストレートが決まっています。追い込まれました。打ちました。ピッチャーゴロ、取った。一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。5対1、タイガースがリードしています。配球場をご覧いただいています。今日は変化球の割合が多くなっています。ストレートはあまり使っていません。6回の裏、追いかけるジャイアンツの攻撃。バッターボックスは8番小林。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。先ほどはいい当たりだったんですけどね、まあタイミングは合ってると思うので期待したいですね。期待しましょう。打ちました。ボテボテ、アウト、ワンアウト。バッターボックスには代打の中島。まずは先頭バッターを打ち取っています。初球空振りです。得意のボールでストライクを取りました。インコース詰まりました。ここはフライになっています。ファーストが構えます。取ってツーアウトです。打順は1番に帰ります。バッター吉川、先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席はあわやという打球でしたよね。まあタイミングは合ってると思うので期待したいですね。期待しましょう。ツーアウトになっています。この回のジャイアンツ打線ですが4球で2アウトになっています。まあ積極的に打っていくのはね、悪いことじゃないんですけどもね。はい、そうですよね。ファウルになります。いや、よく見ましたね。素晴らしい選球眼ですね。アウトロー、際どいところわずかに外れました。ファウルです。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。反撃したいジャイアンツでしたがここは三者凡退に終わっています。6回終了、5対1、タイガースがリードしています。これから7回タイガースの攻撃です。一方ジャイアンツはピッチャーが変わります。背番号26、高橋がマウンド上に上がっています。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。さあまず1球目、ちょっとすっぽ抜けた感じです。2球目打ちました。この打球はフライになっています。小林抑えてワンアウト。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですね、選球眼のいいバッターなのでストライク先行でいきたいですね。そうですか。さあバッテリーどうか。初球打ち、この打球はファールグラウンドへ。ファウルになります。アウトコース外れます。空振り、ワンボールツーストライクです。これが4球目。この球は外れています。打ちました。これはどうか。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。二塁へ送球する。糸井、今日の初ヒットがここで出ました。ワンアウトランナー一塁です。これが1球目。初球打ち、さあどうだ。このフライはどうだ、落ちるか。レフトが取りました。ツーアウトです。打席には5番バッターボーア。先ほどの打席はピッチャーゴロ、併殺打となってしまいました。ツーアウト、打ちました。ショート取った。一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。5対1、タイガースがリードしています。さあそしてここからはラッキーセブン、ジャイアンツの攻撃に入ります。2番バッター坂本。前の打席はシュートをうまく打たれましたから、今度はその使い方は考えたいですね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ。次が2球目。いいストレートですね。はい、
低めストレート空振りでストライク。ノーボールツーストライク。高めのボール弾き返した打球はライトへ。ここは打ち上げています。ライト掴んでワンアウト。バッターボックスは3番丸。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミング合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいですね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。今の球には手を出しませんでした。ストライクです。あっという間にツーストライクです。引っ張った。ファーストの左抜けました。これで3試合連続安打。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックスは4番岡本。先ほどの打席はファールフライに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。まあ、クイックは速いピッチャーですからちょっと走りにくいかもしれませんね。ああそうですね。一塁はセーフ。西さん、ここは走ってこないんでしょうか。いやまだ分かりませんね。インサイド落ちました。これはどうか。西送球する。アウト。ツーアウト。バッターボックスには代打の若林。ジャイアンツツーアウトにはなりましたがランナーを進めています。このボールは見送るのが精一杯。ストライクです。インコース決まった。低めのボールすぐに追い込みました。緩いボールしっかりと見極めました。チャンスの場面振っていきましたが三振。スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがジャイアンツ得点には至りませんでした。7回終わって5対1、タイガースがリードしています。これから8回タイガースの攻撃です。そしてジャイアンツはピッチャーが変わります。高梨が3番手としてマウンドに上がります。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。これから8回ジャイアンツに選手の交代がありました。さあマウンドに上がったのは高梨。今シーズン10試合目の登板です。インサイド落ちました。ファウルになります。空振りになります。ノーボールツーストライクです。ファウルになります。打ちました。セカンド正面のゴロ。セカンドが取る。アウト。ワンアウトです。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですね、目のいいバッターですから不利なカウントにならないようにストライク先行でいきたいですね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。ここはフライになっています。坂本が掴んでツーアウト。8番バッター梅野、今日はまだ当たりがありません。ツーアウトになっています。最初は変化球できました。ストレートですね。はい、アウトコース空振りストライク。ボールになります。変化球ボールになります。アウトコースファウル。外れてフォアボール。ツーアウトからランナーを出してしまいました。ランナーを出すということはね、余分な神経を使いますからね。そうですよね。初球ボール。ランナー飛び出している。ランナー挟まれた。二塁を送ります。二塁タッチはアウト。
この回タイガース結局3人で攻撃を終えています。5対1、タイガースがリードしています。8回の裏、追いかけるジャイアンツの攻撃。バッターボックスには6番ウィーラー。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミング合ってなかったですよね、ここはしっかりと修正していきたいですね、そうですね。ジャイアンツビハインドで迎える8回の攻撃です。西さん、チャンスを作るにはとにかく変化球空振り、ワンアウトです。打席には7番バッター亀井。先ほどの打席、最後は見逃し三振に倒れています。前の打席はちょっと消極的でしたよね、はい、ここは積極的にいってほしいですね。そうですね。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。変化球空振り、ツーアウトになっています。ご覧いただきましょう。最後は空振り三振に倒れてしまいました。バッターボックスは8番小林。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。高め変化球空振りです。打ちました。セカンド取る。一塁アウト、スリーアウトです。反撃したいジャイアンツでしたが、ここは三者凡退に終わっています。8回終わって5対1、タイガースがリードしています。先発の西がバッターボックスに入ります。調子自体悪くないんで、引き続き投げさせるということですね。そうですね。インサイド見送っています。外を狙っていきました。打ちました。吉川アウト、ワンアウト。バッターの近本、ここのところ5試合で打率は6割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。いや、素晴らしいですね。まあ、よく言えばもう少し打点が欲しいところなんですけどね。なるほど。ここはその好調さを見せたいところ。2球目打ちました。掴んで2アウトです。バッターボックスは2番糸原。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトになっています。ファウルになります。ここもファウルです。ノーボール、ツーストライクです。アウトコース打ちました。この打球はフライになっています。ショートが落下点に入ります。坂本が掴んで3アウトです。この回タイガース3人で攻撃を終えています。5対1、タイガースがリードしています。9回の裏、ここでジャイアンツ代打を送ります。バッターボックスには代打の北村。ジャイアンツビハインドで迎える最終回です。西さん、最後の攻撃、何としても塁に出たいですよね。簡単に終わらせたくないですからね。頑張ってほしいですよ。この最後の攻撃、ドラマを作れるんでしょうか。アウトコース、ストレートが決まっています。インコース決まった。ノーボール、ツーストライク。さあ、外してくるのか。アウトロー、外れます。見逃し三振、ワンアウトです。打順はトップに帰って吉川。今日はまだ当たりがありません。前の打席はちょっとタイミング合ってなかったですよね、ここはしっかりと修正していきたいですね、そうですね。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ボーア、一塁そのまま入ってアウト。バッターボックス坂本。
今日はホームランを放っています。先ほどはいい当たりだったんですけどね、まあタイミングは合ってると思うので期待したいですね。期待しましょう。ツーアウトランナーありません。最後のバッターになるのか、それとも次につなぐことができるのか。まあそうですね、やっぱり意地を見せてもらいたいですよね。はい、さあつなげるか。ファウルになります。ああよく見ましたね。膝元変化球がわずかに外れています。変化球空振り、試合終了。残念ながらジャイアンツ敗れてしまいました。負けはしましたが、援護を待って9回を投げ切る姿、素晴らしかったのではないでしょうか。次回も力投に期待したいと思います。勝ったタイガース、大きな今日は勝利になりました。一方のジャイアンツですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはジャイアンツ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで東京ドームから失礼いたします。